イブホストはフィリピンのルソン島北部にあるバタン諸島の島。サブタン島の西2トルほどの位置に隣接しており、さらに西にデケイ島が存在する。イブホストは小さく南部の丘を除きおおむね標高も低い。丘に面する東部のサンゴの浜が唯一の安全な上陸地点である。水路両岸はサンゴ礁に囲まれている。現在は 無人島となっているが、1900年代初期のアメリカの測量によると、島内南端部に住民が居住していたとされる。1830年、岡山から江戸に向かっていた、神力丸が嵐で漂流し、イブホストに流れ着いている。漂流者は、その後現地住民に救助され、長崎に帰還している。イブホストは、海底からそり立つ。 珊瑚石海岸から構成されており、高さは60メートル以上ある。これらは島を囲み、東岸を除いて、海岸周辺の砂浜や小さな小湖の海岸から緩やかに上昇しており、2キロメートルしか離れていない、ものの300メートルの周海岸の崖を持つ、サブタン島とは対照的である。イブホストの表面はなだらかであり、池などは存在するものの、川や、 それに由来する構造は存在しない。原因の一つは地質が可用であるため地下空間で水が移動できるためであるが、島が形成したのが比較的近年であり川による地形形成のための時間がなかったことも理由である。土壌は石灰岩よりも火山灰が多いと見られる。フィリピン火山地震研究所はイブホス島をフィリピンの旧火山として分類している。 島から5キロメートル西に無名の海底火山が存在し、この火山が最後に噴火したのは1854年である。この火山は海面下2 4ルの位置まで上昇した。ありがとうございます。